浜口五稜広川町役場前にある浜口五稜の銅像、浜口五稜から1885年4月21日は、紀伊国有田郡広村出身の実業家、社会事業家、政治家、駅亭頭や初代和歌山県会議長を務めた。五稜は、雅号で、字は、公越、忌名は、清則。醤油醸造業を営む浜口儀平屋当主で、7代目、浜口儀平を名乗った。津波から村人を救った物語、稲むらの火のモデルとしても知られる。紀州湯浅の醤油商人である、浜口文家、七右衛門の長男として生まれる。12歳で本家の養子となって、銚子に移る。その後、若くして、江戸に上って、見聞を広め、開国論者となった。海外留学を志願するが、開国直前の江戸幕府の受け入れるところとならず、30歳で帰郷して事業を行った。嘉永5年、同業の浜口吉右衛門、岩崎重次郎と共に、広村に稽古場、耐久舎を開設して、後進の育成を図った。嘉永7年頃、7代目、浜口儀平を相続する。安政元年11月5日夜、安政南海地震の津波が広村に襲来した後に、五稜は自身の田にあった藁の山に火をつけて安全な高台にある高八幡神社への避難路を示す明かりとし、速やかに村人を誘導することができた。結果として村人の9割以上を救った。津波から命を救えるかは、情報の伝達の速さが関わっているという教訓を残した。これをもとに作られた物語が、稲むらの火として知られている。広村堤防付近の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。この災害の後、五稜は破損した橋を修理するなど復旧に努めたほか、当時では最大級の堤防、広村堤防を約4年かけて修造した。この大土木工事は、荒廃した被災地からの住民離散を防ぐ意味を持つとともに、将来再び襲来するであろう津波に備えての防災事業であった。広村の復興と防災に投じた4665両という莫大な費用はすべて五稜が私財を投じたものであり、後に小泉八雲は彼を浜口五平の名で小説化し、生ける神と称賛している。当時としては巨大な堤防の建設の際に、住民百姓の安堵を図るとの言葉を残している。堤防完成から88年後の1946年、広村を昭和南海地震の津波が襲ったが、この堤防のために被害を減らすことができた。また、五稜の活躍を称え、広村堤防には観音碑が建てられている。広川町では毎年11月に津波祭りを行い、五稜の遺徳を偲ぶとともに、災害の記憶と災害への備えを伝えている。大規模な津波被害が出た2004年12月のスマトラ島沖地震によって稲むらの火の物語が想起されるとともに、そのモデルとなった史実の浜口五稜の事績が注目された。歴史情報番組、その時歴史が動いたでは、百姓の安堵を図れ安政、大地震、奇跡の復興劇を放送し、広村堤防築造を中心に五稜の生涯を紹介した。番組中で解説のゲストとして出演した川田義明は現代のように災害対策に関心が払われていない時代背景において災害対策としての目的で公共事業ではなく一民間人の発案と私財をもって広村堤防建設が実施されたことを非常に画期的と評価している。2005年のスマトラ沖地震津波後に開かれた ASEAN 緊急会議に出席した当時の首相小泉純一郎はシンガポール代表から浜口五稜の功績を尋ねられている。2015年12月4日、国連総会第2委員会は日本を含む142カ国の提案により、この逸話の元となった11月5日を世界津波の日に制定することを全会一致で決めた。五稜は様々な社会事業を手掛けたが、特に医学への支援を厚く言っている。五稜の支援と影響を受けた一人が、関寛斎である。関西は1856年、佐藤大善の推薦によって、銚子で医院を開業し、五両との知遇を得た。当時流行していたこれらの貿易に意を傾けていた五両は、関西を江戸の西洋主当主に赴かせ、伊藤玄牧、三宅権斎の下で、これらの予防法を学ばせ、銚子でのこれら貿易に業績を上げた。後に、西洋主当主が火災により焼失すると、1859年に五両は主当所の再開のために300両を寄付している。その成果により、五両は関西を経済的に支援し、1860年、長崎に留学させた。蘭学医、ポンペの下で1年間学んだ関西は、1862年、銚子に戻る。五両は関西に、長崎での留学を続けるよう勧めたが、関西は、翌1863年に、徳島藩の藩医となり、徳島へ移住する。関西は後に五両の勧めに従わなかったことを悔いたという。五両は1862年に出版された医学書、7新薬の出版に関わる費用を援助するなど、日本の近代医学の発展にも深く関わっている。1868年には、小人身分ながら異例の抜擢を受けて、紀州藩勘定奉行に任命され、後には、藩校教授や大参事を歴任するなど、藩政改革の中心に立って、紀州藩、和歌山県経済の近代化に尽力した。その後、1871年には、大久保利通の要請で、初代駅亭頭に就任するが、権の神であった。前島密との確執もあって半年足らずで辞職する。1880年、和歌山県の初代県会議長に就任した。そして、帝国議会開設に備えて、木国同友会を結成した。1885年に、かつての夢だった、世界旅行に行くも、アメリカ・ニューヨークで病没した。享年66。1915年、寿五位を追贈された。ありがとうございます。